それがあんたの息子か。キリュウ、お前いつからそこに。いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ悪かねえ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。何の真似だ。くそ、教官逃げろ。うん。一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ。組長に言っとけよ。娘さんは、教官は俺が幸せにしますってな。金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにするよ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。じゃああんた後部組。違う。訳を話せ。どうなってるんだ。追われてるんだ俺たち。強化の親父後部組から。何があった。強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ。デボラってクラブだ。劇場前広場だ。あんた悪いけどもう行っていいか。ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんずらするつもりだった。んな根性だからよ。パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこれ。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと。あんた行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅えぞ。おい、一つ貸しとくからな。おい、タカシのことはほっといてやれ。どっちにしろあいつは終わりだ。筋もんが網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女
親父の金持って逃げたんだってよ。親父の？組の金か。デボラってクラブだ。劇場前広場の。手間のかかるガキだ。私はもう帰れないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずく。高志はどうする気？お嬢をたぶらかしただけです。きっちり落とし前つけさせていただきます。そんな。違うの、私が一人でお金持ち出したんだから。高志は関係ない。お嬢、違いや。お嬢はそう仕向けられたんです。今日か、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても教科を守るって。待てこら。あんた。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ。一個。そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねえからな。やかましい。何ざらすんじゃボケ。大した根性だな、この人数相手。くそ、話せ。ちょっと話して。やれ。ヘビたかし。あ？取った金は置いてけ。ずうずうしすぎる。わかったよ。ダメよ。お金もなくてこれからどうするの？でもよ。クソガキ。てめえそんな半端で、お嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、あげくなメールで組み抜けるってか。え？黙りなさい。いいよ、たかし。もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの？それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっと一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って。絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。たかし！よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人もの部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道もんだ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい？ああ、そのも似たにじんじまって見れてもんじゃねえ。こいつは。あんた、ヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父。俺にはそれだけです。
立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですかな。うちもさ。